29日から始まるレジェフェスでは、デキンの美からを除いた12神将が全員排出されます。多分。また、30日には100連が確定しているので、この機会に天井する人も多いのかなと思います。ということで、今回は12神将の取得優先度についてお話しします。3段階に分けてみた結果がこれです。優先度 A は、アンチラ、マキラ、バジラ。優先度 B は、アミラ、ビカラ。優先度 C は、クビラ、シャトラ。一応優先度を3段階に分けましたが、12神将は各属性の主軸になることが多いので、育てたい属性のキャラを取るのが良いと思います。さて、各キャラの性能を簡単に見ていきたいと思います。まずは、優先度 C からです。一人目は、光属性のクビラ。ニアビは、使用回数に応じて味方全体に連撃率アップ、最大 HDA 率 30%、PA 率 15%、と通常攻撃よだめアップ、最大 15%、を付与します。使用回数5回で最大効果量になりますが、時間がかかる割には効果量が低いです。現状全く使われていませんが、来年には最終上限解放されます。今までのことを考えると、ニアビは1回目で効果量最大となり、他にも色々強化されるのかなと思います。二人目は、風属性のシャトラ。ニアビは、アビダメ12回となっていますが、使用するたびに回数が3回ずつ増加し、5回目で最大24回となります。アビダメによだめが乗るエイウィアビークと、非常に相性が良くなっています。また、4ターンの間蓄霊効果が付与されます。蓄霊効果は、使用回数によって性能が上がり、よだめが最大4万上昇します。これも、ニアビやバレンタイングリームニルの多段アビと相性が良いです。現状、使うところがガレオンフルオートぐらいしかないので、優先度は低めだと思います。また、シャトラは今年実装されたので、今年のレジェフェスには毎回登場するはずです。他のキャラ目当てでガチャ回している時の副産物として入手できるのを期待してもいいかもしれません。次は、優先度 B を紹介します。一人目は、火属性のアミラ。3アビが非常に強力で、攻撃力 50% アップ、通常攻陣。DA 率 50% アップ、クリ率アップ、倍率 30%、発動率 80%。奥義ゲージ上昇量 50% アップ、弱体耐性 50% アップとなっています。この前のバランス調整で消去負荷になりました。注目すべき点は、攻撃力が 50% も上がりますが、通常攻陣枠となっているところです。マグナ編成の場合は砲陣攻陣が多くて通常攻陣が少ないので、この攻撃力アップは効果的に働き、火力の伸びが際立ちます。しかし、神石編成の場合は通常攻陣が非常に多いので、この攻撃力アップによる火力上昇は相対的に低くなります。ですので、単純に火力を出したい場合、特にアラナン砲で攻防予知の敵に挑むとき、マグナ編成では重宝されますが、神石編成では採用されません。また、サポアビとして新たに、アミラの残り HP が多いほど DA 率アップ、HP が少ないほど防御アップが追加されました。つまり、マグナでも剣種が追加されたと言っても、過言ではないでしょう。神石の場合は優先度が比較的低めであること、マグナも武器が強化されて昔よりかは採用頻度が落ちたので、優先度 B としています。しかし、武器がまだまだ弱い人にとっては、優先度 A まで上げても良いのかもしれません。最後に、優先度 A を紹介します。一人目は、風属性のアンチラ。3アビのバフが非常に強力で、攻撃力 50% アップ、通常攻陣。防御 50% アップ、DA 率 30%、PA 率 15% アップ、弱体命中率 30% となっています。風はほとんどの人がマグナなので、通常攻陣枠の攻撃力アップで火力が伸びやすくなっており、防御力が 50% も上がるので耐久力が増します。そして、弱体命中率アップで、デバフを安定して入れられるようになります。また、1アビは味方全体を全回復する代わりに、
3ターンの間防御 25% ダウン、弱体耐性 25% ダウンが付与されます。割合回復が少ないグラブルにおいて全回復は非常に強力であり、またデメリットの防御ダウンは3アビで打ち消せるし、弱体耐性は下がっても特に問題ないので実質デメリットなしです。2アビは味方単体に敵対心アップを付与でき、攻撃を 100% 引き付けられます。奥義の回避と合わせてアンチラ自身に2アビを付与することで、全体技以外は全て避けることができます。4アビは、敵に永続デバフを3種類付与でき、使用回数によって効果が上昇し、最大レベル3になります。レベル3では、攻撃力 15% ダウン、防御 15% ダウン、アンチラの奥義ダメージ 45% アップ、奥義上限 30% アップです。1アビから4アビ、さらに奥義まで無駄のない非常に強力なキャラになっています。短期周回よりも、フルオートや高難易度で活躍します。二人目は、土属性のマキラ。最近土属性がかなり強化されてきたので、取ろうとしている人多いんじゃないでしょうか。復刻するの久しぶりらしいですし。1アビで5ターンの間味方全体に、攻防 25% アップ、TA 率 35%、TA 率 20% アップ、奥義上限 25% アップと非常に強力なバフを付与できます。3アビは、3ターンの間味方全体に、攻撃力 25% アップと追撃 20% を付与します。この2種類の優秀なバフで火力を底上げすることができます。また、2アビは、敵に防御 15% ダウン、片面。土属性防御 25% ダウン、TA 率 100% ダウン、TA 率 50% ダウンを付与します。マキラ1人で防御を 40% 下げることができ、また、連撃率も下げることで火ダメを減らせる、優秀なデバフアビとなっています。そして、通常攻撃や奥義で溜まる鼓の根によって余ダメが上昇し、最大まで溜まるとマウントとして自動的に機能します。また、味方全体の鼓の根が最大の時4アビを使うと、オールポーションを一つ生成でき、回復の少ない土属性では貴重な回復源となります。マキラは、短期周回から高難易度まで、そしてフルオートでも活躍する優秀なキャラとなっています。3人目は、水属性のバジラ。次回が水古戦場ということもありますし、個人的な評価は高くなっています。奥義ゲージ 200% キャラなので、奥義軸の肉集めはもちろんのこと、95Hz 以降も手動で奥義軸やるなら必須になってきます。昔は奥義ゲージ 200% だけのキャラでしたが、最終上限解放でかなり強化されました。1アビでは、敵に攻防累積ダウンと弱体耐性累積ダウンを付与できるようになりました。2アビは、敵に恐怖とスローを入れられます。最近の敵は恐怖レジストのイメージが強いですけど、スローは至るところで活躍します。3アビは、2ターンの間 TA 確定、2回行動、ガルジャナによるアビダメ追加となり、また、奥義ゲージを 100% 消費することで4ターンまで延長されます。DPT が非常に高くなり、通常軸の肉集めでも採用されていることがあります。4アビは、5ターンの間チェンバ発生時にアビダメを与えつつ、バジラにマウント&ディスペルガード、バリア4000、完全回避1回、奥義再発動のうちいずれかが付与されます。バジラがいれば奥義はガンガン回るので、チェンバも発生しやすくなり相性が良いです。また、奥義で味方全体に6ターンの間、神技8行効果が付与されます。神技8行効果は、累積で効果がアップし、攻防アップ、連撃率アップ、奥義ゲージ上昇量アップ、奥義性能アップ、ダメ上限アップの順番で付与されます。そして、奥義にディスペルもついており、フルオートで優秀なキャラとなっています。バジラは、奥義2回打てるだけのキャラでしたが、通常軸やフルオートでもよく採用されるキャラになりました。ということで、デキンの美からを除いた12神将6人の優先度と性能を見てきました。12神将は一度復刻を逃すと次いつ復刻されるのかわからないので、欲しいキャラがいる場合は、ぜひ今回取っておいた方が良いと思います。各属性の中心になるキャラが多いので、全員入手するのが理想ですね。
それでは、